神奈川山田和義、短期戦ながらも2コーナー9番で1番後ろから強烈な幕流組を炸裂させた熊本松岡孝明が3着後輩と決着で、以上の3名まずは準決勝への権利獲得であります。文化の日祝日の豊富33バンク開設68周年記念 G3 周防国杯争奪戦2日目後半戦です。どうぞ熱い戦い最終レースまでお楽しみください。第7レースのメンバーです。1番群馬天田裕樹、2番福岡小川雄介、3番茨城鈴木隆二、4番広島大川隆二、5番佐賀山田秀明、6番青森佐々木隆、7番岡山工藤文彦、8番群馬須藤直道、9番青森の大崎和也です。バンク6周距離2015メートル、先頭誘導員友永隆介です。細切れ4分線となりました。ラインの厚みを生かせるか鈴木隆二、関東勢は3社やはり1社多い、流れをうまく生かせるか否か、2日目後半戦に入ります。二次予選2つ目の7レースです。上位の人気はここは初日特選組の九州勢山田秀明小川雄介のコンビから、その次の評価を得たのは今日は鈴木隆二目標特選組の天田裕樹選手であります。初日特選組やはり全体的には上位の支持を得ていた模様です。開催2日目は後半戦です。二次予選2つ目のカード第7レースです。6番の佐々木隆が前を取って4番の大川隆二が続きます。1番の天田裕樹、外9番大崎和也が上がっていくか、5番の山田秀明が5番手、3番の鈴木隆二、2番小川雄介、外7番工藤文彦、8番須藤直道が1番後ろであります。少しずつ隊列が固まって青森コンビ一両戦5レースワンツー決めた佐々木隆、大崎和也のコンビが連日の連携であります。昨日は2着ながらも4番手キープ、2コーナーから鮮やかにまくり決めた佐々木隆を昨日は追い込んで勝った9番の大崎であります。青森コンビです。3番手4番手地元中国地区の2社、一次予選は3着ながらも赤番推薦校友へのまくり合いながらも踏ん張った7番の工藤、一次予選は地元山下マークゴール前かわし3着の4番の大川隆二であります。唯一3社が5、6、7番手の関東トリオ、年末のヤンググランプリ出場を決めている3番の鈴木隆二、昨日のオープニングレース見事に赤番から2周先行堂々たるレースで逃げ切り勝ちであります。4分線ながら唯一3社1社追い厚みを鈴木隆二生かせるか。番手は初日特選短期戦でした1番の天田、好目標を得ました。昨日同様鈴木隆二のライン3番手を固めて8番群馬須藤直道です。九州勢人気の軸は後ろ攻めの8番手9番手、春秋の特選は最終部和歌山の稲垣に叩かれ3番手に収まったんでありますが、7着に終わった5番の山田秀明、追走は春秋特選は吉沢純平ラインの3番手でした2番の小川雄介、さて青番表紙の手前で動いてきたのは山田小川本線九州勢、残り3周一旦レースを動かして山田秀明やはりいい位置を取りに来るか、これにもう関東勢がスッと乗り換えています。ここは鈴木裕二が連日の果敢な先行がこれは予想される雰囲気か、7番の工藤の動きをまず目でプレッシャーをかける鈴木隆二であります。これを見て工藤は3コーナー8番手一旦下げて、盛んに3番鈴木隆二が工藤の動きを警戒か、このまま3車の厚み古川の赤番前の4コーナーが先行です。今日も果敢に2周先行が、いや5番の山田秀明が突っ張りかかった、山田秀明が取ったじゃ突っ張るか、分断勝負だ、天田がどかされた、九州勢頭脳プレー2、3番奪い取るか、天田が小川の外並走上もう1回外が2番手7番手打勝、2番手並走で6番の佐々木隆が現在4番でアウト、7番工藤は足を立て8番手6番の佐々木隆が一気にまくっていた、お鈴木の先行6番の佐々木隆が一気にまくった、昨日の再現が大崎の青森勢ができている、そして岡山で7番の工藤は後方8番手3番鈴木の3番手後ろから7番の工藤が飛んできます、現在4番だと5番の山田秀明、山田苦しい、2番の小川打ちをつける3番手持って直線コース、6番佐々木隆乗って9番大崎が今日も捉えた、9番6番3着2番小川雄介、昨日の5レースの再現、青森コンビ今日も決めてワンツー、大崎和也連勝、青森で流れが向いています。いいところで佐々木隆が一気にまくって、大崎和也今日もまたいい流れをしっかりとものにしたか、山田秀明マークから内をついて小川雄介が3着か、人気の山田秀明は4着争いの一角、
9番6番2番の模様です。審判の決定をお待ちください。7レースでした。第7レースをご覧いただきました。このレースは山田選手が鈴木選手の後ろ粘る展開となりました。7レース決定放送をお待ちください。ただいまから周回いたしますのは第8レースの出走選手並びに戦闘員でございます。いずれも異常なく出走いたします。決定。1着9番、2着6番、3着2番。第7レースの払い戻し金をお知らせいたします。2枠福56 1720円2枠単65 4810円2社福6番9番3270円2社単9番6番7550円3連福2番6番9番2万4570円3連単9番6番2番7万7650円ワイド6番9番1650円2番9番1330円2番6番4450円以上でございます。